皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回は大人気の間違い探しを5問出題します。解いた感想をコメントしてくださいね。絵が左右に並んで表示されます。左右の絵で3箇所違うところがありますので、どこが違うのかを当ててください。回答時間は90秒です。それでは早速始めましょう。1問目です。動物たちがパーティーをしているイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず1つ目は、牛が持っているクラッカーが黄色に変わっていました。2つ目は、牛の顔の色が白と黒反転していましたね。そして3つ目は、豚がかぶっているとんがり帽子の先端の飾りが増えていましたよ。これは分かりやすかったのではないでしょうか。それでは次の問題に行きましょう。2問目です。温泉で湯上がりのイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず1つ目は、看板の温泉マークが反対になっていましたね。2つ目は、のれんのここの部分がくっついていました。1枚ののれんになっていますね。そして3つ目は、
この柱が細くなっていましたよ。気づきましたか？間違い探しは空間認識能力と集中力、注意力を鍛える効果があると言われていますよ。3問目です。お祭りのみこしのイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず1つ目は、屋根の上に飾られている鳳凰の尾が消えていました。なんだか迫力がなくなりましたね。2つ目は、ここの柱の反射が消えていました。そして3つ目は、左の男性の口が閉じていましたね。時間内に見つけることができましたか？屋根の上に飾られる鳳凰は不老不死の幻の鳥ですね。4問目です。警察官が取り締まりをしているイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず1つ目は、カメラのスタンドのここの部分が短くなっていました。2つ目は、このケースの開閉部分が消えていましたね。そして3つ目は、椅子の背もたれ部分が消えていました。簡易的な腰掛け椅子になっていますね。最後の問題です。
森のくまさんのイラストですね。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず1つ目は、クマの手が左右反対になっていました。2つ目は、右上の花の茎が短くなっていました。そして3つ目は、この木の幹が太くなっていましたよ。見つけることができましたか？以上で問題は終了です。最後までご視聴ありがとうございました。この動画で使用した間違い探しは、知の種のホームページで無料の脳トレプリントとして配布していますよ。ホームページをチェックしてくださいね。コメントと高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。